選出された今回の日本代表選手の顔ぶれについて話していきたいと思います。リーグワンから見てる方はもうめちゃめちゃ応援してるんじゃないかなという、本当になんだろう、シンデレラというか、左のカポーツの選手、はいはいはい、俺見てましたよ、うん、あれ見てすげえな、この人やっぱ情熱系とか、うちの情熱も早いぞって思わず、うちの情熱いつもなと思って、キャプテンの永井選手の、うん、真壁さんどうですか。おいいね、いい振り、うん、キャプテンになってすごいかっこいいことは言ってるけど、しっかりプレイがそれ反映してるのかっていろいろ言いたことあるので、おっ厳しい、急に一緒にやってるんだもん、ね、一緒にやってるんだ、大丈夫。ラグビーをこよなく愛する皆さん、こんにちは。本日はラグビー日本代表応援サポーターの皆さんを呼んでちょっと大丈夫ですか、大丈夫ですか、先駆け、先駆けちょっと我慢してましたけど、昨日金ちゃんに飲みに行ったらこうなっちゃった。いや、そうだったら嬉しいんですけど、はい、違う、もうちょっとこの職業病というか、はい、声帯炎を風邪をこじらしてやってしまいまして、キャラで行きますか、今日は。行きたいと思います。スレキャラで。誰か足水持ってくるんじゃないですか。不安になりました。はいはい、ありがとうございます。頑張ってください。もう皆さんお優しくて、はい、もう嬉しいです。では早速、皆さんをご紹介していきましょう。はい、恐縮ですけど、浅野アンナと申します。ラグビー日本代表応援サポーター、そして J スポーツラグビーアンバサダーを務めさせていただいてます。よろしくお願いします。ほんまラグビー詳しいもんね。ほんまにすごい勉強中、今日は本当にもう最近作り始めた、はい、遅いじゃないかって言われるかもしれないですけど、はい、最近作り始めたラグビーノートにいっぱい記したくて、はい、じゃあ今日皆さんにラグビーノートだってすごい、はい、聞きたいこといっぱいなので教えてください。お願いします。お願いします。僕らより詳しいかもしれないですね、すでにこのメンバー、怪しいメンバー勢い、勢い、楽しいですよ、うん、メモするようなこと出てこないかもしれない。いやもうね、その、うん、普通解説で出てこないよなっていうことをメモしたい。ああ、そこのあたりならね、はい、いろいろ、ね、今テレパシーで会話してますね、テレパシーで会話してます、ね、そういう雑学はかぶちゃんね。いや今日はちょっとメディア入っちゃったな。なるほどね、なるほどね、ちょっと前回ちょっとテンション下がった、前回もグイグイしたけど、うん、今回もだいぶ腰くっなんだよ、ちょっと静かにしてるよ、ちょっと静かに、静かにしてるよ。最後も全然も出していってください、出していってください。はい、はい、あるんですか。はい、じゃあ広瀬俊明と申します。今日は本当に来ていただきありがとうございます。まあ、金ちゃんとはずっと一緒に東芝でも日本代表でもプレイしていて、まあ寮の部屋も隣やったし、いろいろ若い時、若い時、はい、楽しい時間を過ごしてましたけど、こんなすごいところで撮影すると思ってなかった。来るまでの過程がすごいですね。そうっすよ、どこわかんねえみたいな、エレベーター乗り継い乗り継い、まず受付の案内の方にどうしてるかわからなくて、あのどなたですか、僕わかんないんですけどとりあえず来いって言われて来たんですけどって言われたら、ありがとうございます、なと思ってて、ではい、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 マカです、はい、マカベです。何回言うねん。以上です。はい、以上で、何やちゃおうってな、はい、以上でございます。はい、今日はあの東京ミッドタウンの上の方から、はい、お送りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日もこのもうそうそうたるメンバーお集まりいただきまして、まもなく開催されるラグビーワールドカップ2023の行方を大予想して、そして論戦を、繰り広げていただこうと思っています。論戦、今日論戦、はい、難しいですよ。ちょっとこれはやばいな。やばい、まあ、トークテーマ1は選出された今回の日本代表選手の顔ぶれについて話していきたいと思います。あの事前に皆さんに注目選手をお伺いしているので、ちょっと発表していただけますか。はい、はい、発表じゃじゃん、じゃじゃん、発表形式出た。あこれは選んで、誰が選んだのかな、誰かなブルーですね、ブルーやな、まあ、いいとこ行ってるな、でもこれはい、いいとこ行ってる。私です、浅野が選びました。ちょっとね、はい、まとまりが出ちゃいましたけど、本当に長田選手と福井翔太選手ですね。まず長田智樹選手はそれこそもうリーグワンから見てる方はもうめちゃめちゃ応援してるんじゃないかなという、本当になんだろう、シンデレラというか、
もうこのまま突き抜けてほしい、リーグワン新人賞だったりいろいろ取ってから代表に入って代表にもフィットしてテストマッチ見てる中でもめちゃめちゃ活躍してたんじゃないかなと思うんですけど、私本当に印象に残ってるのがフィジー戦かな、うん、の時の長田選手がこうバーッと抜けていった後に、もう顔色が全然変わらないベテラン感も満載の、うんなのに、うん、その時だけすっごい悔しそうな表情をされてたのが、ギリギリで捕まっちゃった。そうですそうです。悔しいよね、意外とね。悔しい時は悔しいかもしれないし。クサッみたいな感じでやってたのがすごい印象的で、いや、これはなんか中にふつふつと熱いハートを秘めてるんじゃないかなっていうので、応援したい選手ですね。あと、福井翔太選手は、もう今回のテストマッチで散々見せてくれたジャッカルだったり、ビッグタックルだったり、もう困って、ね、やっぱりこう、抜かれたタイミングとか困ったタイミングで助けてくれる選手になるんじゃないかなと思って選びましたけど、はい、皆さんいかがですか？いや、いいじゃないですか。まず同い年やったんやと思って。そうなんですよ ね、 ね、福井選手はあれ高卒でそのまま黒になった選手なんですよね、うんはい、社会人とあのリーグワンのリーグワンというかトップのレベルでやってる歴が長いですけど、小沢選手はまだ2年目そうですよ。人気やからってことですよね、うん、彼でもこの今年始まるまでこんなに行くと思わなかったですけどね。この日本代表入ってあんな試合出ると思ってなかったし、メンバー入るか入らないか分かんないねぐらいの感じだったけど、タック一発目は絶対避けるなと思ってすごいなと思ったけど、こんなに行くと確かに思わなかった、ね、今やもう期待の星、はい、楽しみですよ。福井選手もね、本当にジャック良かったですよ。ちょっと髪の毛はちょっと違うからね。ね、これね、はい、あの多分パッと見たらみんな分かんないかもしれないですけど、はいはい、チリチリの今ね、ロングみたいな堀井選手を真似してね、うん、はい、な感じですね、はい、でも本当ブレイクダウンですごいよね、福井選手すごいです、ね、先日のイタリア戦でも、うん、いそうだね、いいのはタックルした後ですぐ起きるんだよね。ですぐ仕事探すのよ。はいはい、何しよう何しようって。そう、だから3回連続ぐらいなんか相手をかもってる時があって。かもってるって。かもってる。いや、あれ真面目なええ話してんのになぜそういうこと。いや、あれすごい。かもるっていうの。でも今あれすごい代表大事だと思う。あ、そう、起きてすぐ行って、うん、でも3回連続で福井君が仕事するっていうのは、うん、じゃあ周り何してんねんって話だから、またそういう話になってくるんだよね。厳しいところ聞きたいですけどね、周り何してんねんも聞きたいです。そうそう、だから、あのパシックでしょ、オールブラックスとか、うん、試合の時に気持ちがこもってたから、はい、すぐ起き上がってすぐタックルして、うん、ああすごいなと思って、うん、でもああいうのは大体ね、うん、1回か2回のテストマッチは大体できるんだよね、うん、気合入ってるから、うん、でも継続してできてるのが今すごいと思う、うん、あー、うん、あーそっか、気持ちを切らさずにじゃないけど、そう1回2回出てすごいなって選手も消えてくってよく見てたから。カメちゃんは大丈夫だったの？はい、カメちゃんはずっと頑張る、消えたり出たり消えたり出たりパッと来たり、パッと来たり、そういうタイプで継続的な、基本リザーブだからね。あー、そうそうそう、すごいすごいね、今鋭い言葉、本当に正解正解、そうそうそう、出て持ってる時間の中でもう輝けばいいから、確かに80分頑張らなくていいな、しょーい。金ちゃんでもタフだよね。金ちゃんすごいよね。変わらず。これじゃないもんね。80分間ずっと同じそうワークレートをできるっていうのはすごいと思う。ね、じゃあ金ちゃんを目指してんじゃないですか。うん、はい。ちょっと今度聞いてみましょう。聞いてみましょう。インタビューのタイミングがあったら。はい、金さん曰く竹内さんに似てるらしい。走り方とか、走り方、走り方すごいじゃなくて走り方か、あんま嬉しくない。ちょっと真似するとどんな感じ？確かに真似したらどうなる？ストライドは長い感じ。長い。ああ、はいはいはい。メモしよう後で。メモしましょうこれは。竹内さんに似てる。似てる。走り方が。勝手にそう思ってるだけだ。ちょっと若いファンの人分かんないかもしれない。最近のファンの人。竹内さんみたいな。竹内さん知らないですね。おもろい人っていうのは多分見た目で分かるけど。これをこの機会にちょっとぜひ調べてみてください。ね、伊藤武美さんとか、すごい熱い人です。46歳まで現役だった名プレーヤーがいる。お会いしたことないですか？いやーないです、ね。今度ぜひちょっとあのこっち大好きな人。こっちで。今の状態が。今の状態なのでしかし。試して。武美さんに日本代表で初めて一緒になった時に、そこであのお酒飲んで次の日、ね、はい、練習頑張るんだっていうのを教えてもらいました。そういう。そういうデータ。福井さんの勝負。ああ、そうだ。だからね、竹さんの話ですよ。ほら、もう竹さんの話長いだもんね。ちなみにこれ、まだあんちゃんの一人目の紹介やからね。俺知らんよ、この展開みたいな。竹尾さんに似て福井選手ってことでね。はい。竹尾さんも知ってもらって。竹尾さんにもね。竹尾さんも知ってもらって。はい。次。ドン、あれだ。これは僕っすね。これもこの2人も、ね、今年ですもんね。そうですよ、はい、今まであんまり
ジョネとかも代表入ったけど試合出れないまま遠征終わってしまったとか、あんまりね、はしゃべるの得意じゃないですよ、うん、そうなんだ、寡黙な人なんで。めちゃめちゃ意外じゃないですか。シャイなんですね。シャイです、もうめっちゃシャイ。あんなランするのに、あんなラン、そうそう、プレーしてたらね、プレーしてたらね、すごいけど普段めっちゃジョネとか言ってじゃあ、今のところ食べてないです、シャイです、めっちゃシャイ、シャイの領域なんですか。シャイの領域でも初めて日本代表呼ばれた時、試合出れなかったのは、本当に喋らないから、ウイングにいても、その何の指示も出さないからっていうので試合出してもらえなかったけど、でも今年はそこしか改善したんじゃないかね。そうですよ、喋りになった、可愛い、可愛いって感じですよ、ジョネ、ピュアな。東芝の中だと、誰と仲がいいですか。近所、誰と仲がいいですか、ジョネ。あ、でも、東芝にいればもうみんなこう長くやってるんで仲いいです。こういう代表チームとかに行って周りが始めての選手がいるとちょっと緊張しちゃう、シャイになっちゃう。分かる、分かる、マカも最初そうだったね。本当に、うん、言ってるけど、今から信じがたい。最初全然喋ってくれなくて全然喋らなかった。ネクラだって東北人だもん。東北人はネクラだから。ネクラだわ。東北いるけど。そうですよ、東北の方おられるけど、ほんまに皆さん寡黙な感じでしょ。寡黙、今は全くそう思わないけど、金ちゃんはちょっと寡黙わかるけど、僕も同じ同類だったはずなんです。どこから環境の違いですよね。畠山なんとか助さんもね、よく喋りはるし、ね、そうそう、あの関西人に憧れた人たちなんで。それ憧れ、あの戻ろ違います。どうだね、そう、ジョネね、ほんとすごい、スピードすごいし、はいはい、どんなところに期待しますか。やっぱりトライ取り切る力じゃないですか。一人ぐらいでバーンっていっちゃいますからね。これはタックルもいいし、これはすごいです。海外のイング勢、はい、面白いですけど、ね、イングランドのあじゃない、イタリアのカポーツォ選手、はいはいはい、あれ抜いてましたよ、うん、あれ見てすげえな、この人やっぱジョネスケート、うちのジョネも速いぞって思わず、うちのジョネいつもと思って、から速いですよね。ねえ、トライするぞ、ステップで抜くタイプじゃなくて、もうスピードで直線で驚くぐらい細かく動きますよね。あれすごい、どういうベテタイプなんですか。ああ確かにね、そっちタイプかもしれない。うまい、うまい、今すごいうまいと思った。そうだなと思った。ちょっと腕抜くタイプ。オーストラリア代表のコロインベテタイプ、ちょっとこれもチェックして、ぜひぜひ見てください、はい。出るともう一人ね、はい、アマと若田選手、この選手も運動量すごいですよね。めちゃくちゃ運動量、ロック、ほとんどバックローの選手なんで、それがロックでね、すっごい運動量があって、トライ取り切れるし、フィットネスあるし、この選手面白いですよ。めっちゃ走ってますね。めっちゃ走ってます。ここにいたって。意外と、はい、なんかトライ取られる瞬間も、はい、あ、そうそうそう、そうなんですよ。この選手、わかんないですよ、ラインアウトのお話は聞いてみたいけど、どうですか、フィールドプレーはすごい。あ、でももう、ラインアウトでもしっかりと機能してる、うん、機能するっていうのはどういうことで、そうなるんですか。もうリフターもやるし、ジャンパーもやるし、でリフターがそこまで上げにくいような速度してないんで、しっかりと全て耳が痛い。今ね、機能してるって、まあ、リフターもやるし、ジャンパーもやるし、ジャンパーしてたかな。してたし、結構ね、してた。たまにだから聞いたけどみたいな。そうなんよね。あ、そうそうそう、国内では強いよね。真壁は飛ばないっていう、もうみんな知ってるから、うん、から飛んだ時取れる。おおってね、勝率 100% だから、うん、海外はね、うん、無理だった。難しいですね、海外。海外は本当に、例えば機能するっていうのは、飛んでない人も、うん、いかに自分がダミーになるかとか、はい、その動きのスピードとか求められるのよ、うん、そこの部分ですごい機能してるっていうだと思います、それも含めて。どっちもできる。そうそうそう。あとアマト選手がその初キャップの時のジャージ授与式の動画を見たんですけども、はい、なんかサプライズで家族からのコメントを流れた時にそれを見てアマト選手が泣いてて、うん、すげえ熱い選手なんだなというふうに感じましたね。ヒロシさんが選んだ2人って感じですよね。2人ともすごいなんか熱いものを持ってて、うん、プレーの態度で分かるんですよ。例えばこうノックオンとかこうミスを起きたときに相手がトライってときに最後まで走ってるのはこの2人、うん、で結局ね、ナイカローのゴール前で止めたりしてるし、うん、ああいうプレーが多分すごい大事、今の日本代表すごい大事だと思う。それをそうそうそう、最後まで自分のこの態度っていうのを前面にプレーで出すっていう、かっこいい、プレーで出す。普段も喋らないけど、こっちは見てるけど、俺そんなことしたかなと思って。自分に帰ってきたの。うん、そう、ごめんなんかね、帰ってきたんだ今。
どうだったかと思って、そうそう、かっこいい、早くことしたなと思って、いや、してた、してた。でも、まあ、僕もこの2人もそう、すごいなと、ことで、ということで、次、はい、次いますか、じゃあ、はい。はい、じゃじゃん。お、あ、私だ。私だ。私ラスボスみたいな。私だ。私だわ。この二人。はい、あの本当なんだろう、チームを引っ張る、まあベテラン、違う、もう本当リーダーですよね。この二人の活躍が本当にワールドカップを左右するのかなというところと、あとやっぱりこう一回19年であのビッグプレーというかビッグゲームを経験して、多分今回すごくプレッシャーを感じている二人だと思うので。このプレッシャーをいかに、ね、あの力にできるのかっていうところではすごく大事な2人なんじゃないかなと思ってます。特に姫野の方はキャプテンになって、すごいかっこいいことは言ってるけど、しっかりプレーがそれ反映してるのかっていろいろ言いたいことがあるので、おっ厳しい、急に一緒にやってんだもんね、一緒にやってるんだ、代表でもそう、だから しっかりやってほしいなと思います、ね、この2人応援をね、込めてね、応援を込めて厳しいこと言 う、ね、はい、あ、それ大事なことだね、うん、姫野選手は、まあ、日本代表キャプテンやってるけど年に聞きたいのと、メンバー発表の時にキャプテンが就任して、はい、まあ、そういうどういうメンタルでキャプテンを、ね、めっちゃ大変でしょって思ってますこのタイミングでみたいな、はい、ね、外2週間3週間しかないやんと思って、うん、どないしてんやろと思って、大変やろと思って、ほんまに去年のテストマッチとかは岡田選手だったんですよ ね、 あ、そうっすよね、岡田選手、はい、いけるいけるいける、ね、みたいな、ここから絶対走りかんつって言ってる映像よく見てましたけどそんな言い方ないです、そんな言い方だと思う言ってさっき言われて走りかんつって言ってましたけど、そうっすよ、それを急にそれこそ変わってね、が行く前に、ね、大変やなと思って、確かに大変でしょうね、ジェイズさんはどんなことされてたんですか、僕っすか、はい、みんな助けてくださいって言ってましたあ、最初本当みんな飲み会してましたよ、本当に最初一番最初合宿みんなめっちゃ飲んで、なんか人作りしてましたね、チーム作り、そこからラグビーして、それはね、だから、まあ、今は準備してきたとはいえ、一人のキャプテンのもとにチームが作られていくと思うんですよ、最後は、はい、そのチームのキャプテンが決まったのはメンバー発表ですから、うん、そう考えたらほんま大変やな、でこれまで の、 その、まあ、リーダー発表よりも、はい、ちょっと遅かったかな、あの、リーダーはいっぱいいるんですよ、リーダーグループみたいな、はい、でも一人の顔が必要で、このチームのキャプテン誰なのとか、俺らのキャプテン殺してやっていうのが、なんも選手の中でなんか嬉しくて、でこのキャプテンを支えたり、この人と一緒にチーム作っていこうっていう準備が必要なんですよね、それはないから、確かにね、キャプテンの成長とリーダーの成長はチームの本当に力になる部分だと思うから、本当に大変だと思います、キャプテン大変からこの10番が大事になってきて、本当は、はいはいはい、これ俺喋ってていいの、いや、カメちゃんのあれなく、いや、本当その通りだと思うから、私が言うのも、確かに、バカの逆になってるね、さっきからね、自分の時あんま喋らないみたいな、ね、お互いなんか違うもん選んでる、そうそうそう、逆選んだのがお母さんちゃうかぐらい、みんな注目したことですよね、あ、そうです、ってことでもう、ね、うん、でもこの姫野選手キャプテンで、副キャプテンは永井選手なんじゃないですか、うん、真壁さんどうですか、おいいね、いい振り、うん、あ、流れはあのゲーム中のなんだろう、うん、全体をしっかりとこう見てる人間としてこうゲーム組み立ては素晴らしいと思うし、あとリーダーシップもすごいだから姫野すごいサポートしてくれると思うよ、うん、だから僕はあんまり流れに関してはそんなにあの不安視はしてないんだけど、なんでこの姫野君を挙げたかっていうと、やっぱりそのプレッシャー云々でなんかもっとこうなんだろうな、激しく、あとリロードも早く、自分のらしさっていうのがちょっとこのパシフィックネーションズで見えなかったのがすごくプレッシャーに感じてるんじゃないかなと思ってて、それをこう殻をワールドカップ期間中に破れるのかなっていうそういう期待も込めての選手、流れはもともとリーダー体質もあるし、そのキャプテンだけどやっぱ支える力が強いので、まあ彼は彼なりにしっかり頑張って、むしろあの斉藤と全然違うタイプのハーフとして、あともう一人は子供もいるけど、あの力を合わせてあのマネジメントをする部分頑張ってもらいたいな、リーダーとして、ズバリ聞きたいのが、すみませんね、いっぱい聞いちゃって、いいですよ、斉藤選手と永井選手のそれぞれのいいところ、うん、どこですか、あ、これ僕の考えだけでいいですか、はい、僕の考えは斉藤はあの遂行力が高い、だからもうチームとしてこれをやろうと言ったらしっかりそれを遂行する力があるから、まあ、個人的にはやっぱスタートから彼を使ってゲームプランをしっかりと組み立てていくっていうのがやってほしい。
で流れはイレギュラーなことが起きても経験値もあるし、あといろんな深いところが見れてるから、人を使って打開策を考えることができるから、うん、まあ後半向きなのかなとか思いながら見てます、個人的には。タイプは全然違うなと。斉藤やっぱスキルもあるし、その遂行するだけの能力が高いから使われるし、流れはどっちかというとゲームのリズムというか、ゲームのこの流れが流れてる。自分で言っちゃった。っていうタイプだなっていうのが、流れも一緒にやってるんで、すごい思います。ちょっと気になってて聞きたかったんですよ。でもね、これを言ってね、わかんないよ、ちげえよって言ってる人がいるかもしれない。そうですね。流れあたりが。本人が、ちげえよ。カルタンちげえよとか言ってたもんね。ご本人からもね、コメントをお待ちしてますね。見てくれてたら嬉しいですけどね。フランスからね、これ見てんのかって。よっぽど好きなのか、めっちゃ暇してんのか。暇してるのか。ここ行き着いたすごいね。このシーンの、この回の。暇で見てたら。見てたら自分の話出てきて、おめちゃん喋ってねってしかもコメントしちゃったみたいな。そこでコメントするのも結構ハードル高いけどね。今度は今の時期にねえ、してくれたら最高やね。連絡する、連絡するのか。これはもう URL 送りつける。じゃあ頑張ってください。そうだね、そうだね。これは見たはいとか、はいとか、はいって金ちゃんが締める。ありがとうございます。はい、キャプテンがね、レッドカードが出て出れなくなってしまった。それで、なんか壁ちゃん的にはマーカス・スミスが出てきたら嫌だ。いや、そうなんですよ、っていうことだよね。日本でプレーしてた選手たちが今コーチ陣としているので、日本のことも知ってるだろうし、どうすれば勝てますか。おまさかの質問ですけど、はい、どうすれば勝てる。一番聞きたい、なんだろうな、2、3倍大きく見えます、へえ、体がキングダムみたいな。でもこの試合、本当にラグビーの醍醐味が味わえるような、そんな試合になるんじゃないですか。